Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Like a Dragon Infinite Wealth. So last time we finished up chapter 13, Ichiban and the gang finally went home. They finally arrived in Japan, right? So let's see what happened today. We'll start chapter 14 and apparently it is the finale already. So yes, we're gonna start it. Let's look at it. Finale, if I can dream. You're very close. I don't want it to end. Breach Japan. まだ少し呼び慣れませんな。私もです。ですが、清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いやあ、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何、我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。防体法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から陰に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版。いや、これこそ本来のヤクザの在り方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みんなお疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。ブリーチジャパン BJ 楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。Why is he gonna kill the other ones? Oh! Wait, it's him! He's dead! 本当ならこういうの、いかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。What? 手軽だし、相手は苦しむし。ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんです。沢城、ね、沢城さん、エビナ、あんたにも見届けてほしかったですな。ヤクザの正しい未来を。お、Wait, don't tell me Sawashiro's gonna die. Already?
Oh, they're trending. They got a lot of likes. Oh, first place. Raid on office, Seryu clan. Revival of Yakuza. さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて青龍会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。 Okay, I thought they were gonna say like, oh, that is Nanba, that is Sonny, that is Zhao, that is Asaiko. They didn't name anyone else, except Kiryu, I mean.Oh, everyone is here now. Chief. 見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。
ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきしまうとはな。それも大勢連れてきやがって。じいちゃん、申し訳ありません。村長、お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。けどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。二度言わってくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、カスガ。I like Chi-chan's outfit. 無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。エビナの動きは早い。ネレ島の廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。エビナ。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ？さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので。大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって何のようだ、エビナ。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらいエビナの想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あとついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。そう、シロ。カシロ。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか？全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城、どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしみみたいな真似までしやがって。復讐。さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は
俺のことは構うな。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。ミレニアムタワー again。 もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。ではIt always ends there. 人質で釣ってきたけ、俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち、元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発。本日未明にホノルルシティの港に到着しました。Jesus。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。エイちゃん、あの野郎。第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはプライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？二手に分かれよう。危険だがどっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生についてだ。海老名の？向こうで話そう。先に行ってる。Oh, okay. This is gonna be good.I wanted to see the guys' reaction as well, or our friends' reactions, I mean, but I guess it's gonna be Kiryu and Ichiban now. Everything is locked. Can we talk to them? Ichiban? Oh? Oh, there was already someone special in your life? Oh, yeah, you mean what I said back at Akane-san's? It's Saiko-san, isn't it? I mean, you keep looking over at her. It's pretty obvious. We're psycho. Seriously, man, I'm such a creep. You're really not gonna talk to her? Well, you only get one life, as far as I know. Be ashamed to waste it. You know, I think Adachi-san told me the same thing. Thanks, Chi-chan. Ooh. Sonny. Okay. I won. It's just that I wanted to thank you first. I really appreciate you guys taking care of him all this time.Did I love this? Okay, let's check. Let's talk to all of them. Akane-san and Lani. I'm just fine. What about you, Lani? Yeah. Okay. It's time. Sacha. Yeah? Arigatou.
I just wanted to say thanks for sticking by Kirin, so. It was nothing I wanted to. Anyhow. Alright, so thank you. Didn't Kiryu-san want to talk to you, by the way? Oh, yeah. Omizawa. Japan is cold as hell. Well, it's the middle of winter. I guess that's why they had their jackets on now, right? Majika. Where's Nanba? Oh. Oh. Bryce Fairchild and Ebina. Oh. Okay, let's go to Kiryu. Who's whistling? Oh, Jungi. Yeah, sorry to ship you back home so quick. Still, it'll help us get the girls Japan side. But the thing is, we're gonna get Jungi. If we're, I mean, we're gonna split up, right? So, it's gonna be the same team for sure. Like, the same team in Japan, the same team in Hawaii. You okay there? Namba. Who'd have thought we'd be back here again? Honestly, it's not a bad spot. Yeah, by the way, Namba, thanks for looking after Kiryu-san. Yes. He didn't need anyone specifically, or especially not me. Thanks, Sonny and Sachan then. Okay, Kiryu-chan, Kiryu-san, let's talk. Kiryu-san. Yes. Hi. Yeah, let's do this. 俺とエビナが兄弟。大吾の話が事実なら、お前たちはイボ兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら、白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。エビナはこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ。氷川興産の組長、つまりエビナの祖父は、てめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして、茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか、娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果、エビナは父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を、俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。だから桐生さんが責任を取るってんですか。エビナの人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのは、せめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。
だからカズカ、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。たくよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ、キリュウさん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも、多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう、カスカ。ただ、俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。エビナを止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ、キリュウさん。あんたは生きて、生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前冴子に何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、キリュウさんからも何かアドバイス。いや、キリュウさん女っ気なさそうだしな。Did care you had a lot of women. おい、今なんつった。いやいやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます。 For reference。 プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。Yeah, Ichiban didn't say that, right? Yeah. Ah. バカだ。俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？悪い。緊急事態だ。
Okay, what happened now? Hey, who's that? Who the hell is this? 誰だってめえ。大道寺一派か。He suddenly just show up like that. いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながり。お前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい、そうだろう。その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。ふっ、要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく、自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったが、あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハン・ジュンギ、チーちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日全てに型をつける。今夜はしっかり英気を養ってくれ。
威勢がいいな。お、兵器を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょほほほ、いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。That's cool. Oh, Saiko and Chi-chan, look. Not as if they look like sisters here. Namba's drunk. Dude, I love this. Them doing this, having a little bit fun before, yeah, before the final battle. Tommy's, I was like, I'm going back already. We just arrived. I've been in Japan for like a couple days. Is he looking for Saiko? Sotcho. Okay, guess I'm Hawaii bound tomorrow. Still, before that, there's someone I gotta talk to. Oh! Oh! She's still not looking at it. Not opening it, I mean, not opening it. 眠れねえのかい？何？一番。悪い。驚かせちまったかい？ああ、いや、大丈夫。一番こそ寝ないでいいの？ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど。なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何？さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか？ちょっと何？頼む。一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、わかった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてね、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ねえ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫。
ありがとうね、アカネ。ん？ずっと一緒にいてくれて。うん、どういたしまして。アカネはパレカナが好きなんだよね。ん？そうね、私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私がアカネを守るね。アカネの大切な場所を私が守る。ラニー、私にはそれができるはず。だからもうアカネも安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニー、とても嬉しい。さあもうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。Chi-chan now. Everyone is getting their moment. どこへ行くつもりだ？お。逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い。What are you gonna do, though? 私に時間をちょうだい。Okay. Okay, morning time. Oh! First time we've seen a dragon, I guess, in this game. Oh, he's putting his hair up. Oh, the OG outfit is back. Wow.He looks much older like this. Yeah. Jumbi wa dekite ru yō da na. Hawaii ni iku mono wa kono kuruma ni nore. Kobuchi de minna no koto tanomimasu. Kiryu-san. Omae mo na.またここで会おう、カズカ。Why does he look super old now? One night, then he looks very old. Why did he do it like that, though? I mean, it's cool, but.Yeah, he just suddenly looks super old, right? You can see it from the mouth. Yeah, his mouth kind of changed a little bit. Kiryu-san, 大丈夫かな？俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。南波さんたちもついてんだ。大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネルトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは桐生たちに託されたものでもあるんだからな。ああ気合い入れていこうぜ。Jungi, Poinaro return. Oh, finally we can change. Yes, I wanted this.Yuzaka, Amai. Okay. So, yeah. We're gonna end our episode there for today. So, next episode, we're gonna finish up all the other stuff. The drink links, we have 4 of them. So,
We have Tomizawa, we got Jungi, we got Adachi, we got Chichan as well, right? And at least we're gonna do the Tsujimon one, so maybe a couple episodes of the other side stuff first before we continue with the main story. But damn, this start in this final chapter, chapter 14, it was really good. Everyone had their, it was just good there. And I really like how Kiryu was talking to Ichiban when they were talking up there, right? Like Ichiban is, or Kiryu is for the past, problems of the past, and Ichiban is for the future. Pretty much, basically, officially, I suppose, passing the torch to Ichiban, right? As the protagonist of the game. And yeah, the dragon has reawakened, I suppose. He got his old outfit back. But they made him much more older for some reason. That one night, right? It was only one day. Well, not even a day. A couple hours. And he became much more older for some reason. Like when he was talking to Ichiban there, he still looked like Kiryu, right? And then when he put his hair back like that, they changed his model and he became a little bit older. But we'll see. This is going to be an epic finale for sure. But yeah, we're going to hold off for now. For now, we're going to hold off a little bit. Let's finish up the other stuff first so we can be prepared when we do the final stuff, right? So yes, we're going to continue this and do more of Like a Dragon Infinite Wealth in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.